さあそしてここ真ん中に入ってくるのがやはり注目したいチーム、注目度ナンバーワンとなるでしょうか。さあトロン、ベルザー一族のプレッシャーをはねのけることができるか。それでは参りましょう、レディーゴー。さあまずは1投目出てまいります。ジャニースラーが出たのキャッチはおそらくランニングのポイントをうまく走り込んでおります。まずは1投目からしっかりとキャッチが決まっております。戻ってまいりますが2投目ダウンでしょうか。でも帰ってまいります。いつもよりキラキラに止まっているか、足元振りかず戻りましたが2投目よって。これで入賞圏内確定、橋本秀和トロンがなんとか踏ん張りました。